こんにちは、フィーフィーです。え韓国国内で韓国のデタラメな歴史に疑問の声が上がり始めています。まあ、いつもとはちょっと韓国国内の様子が違うんですよね。まあ、これまでも慰安婦や徴用工といった問題に対して、これは捏造だという声が韓国の学者からも上がっていたんですが、今回また新たに別の動きがあったんです。え韓国で お母さん部隊と呼ばれる団体がドイツのベルリンに設置されている慰安婦像の撤去をするべきだと主張しているんです。韓国の慰安婦支援団体がベルリンに2020年9月に慰安婦像を設置しているんですね。これ地域の私有地ではなくて共用の敷地に1年の限定で設置されたんです。でも当初1年の期限としていたのが その後、この地域の議会が永久に残してもいいよという決議案を決議したんですね。まあ、どんな圧力が働いたかは知りませんけど、まあ、このまま永久に慰安婦問題と何の関係もないドイツに慰安婦像が設置されることになってしまったんです。ただ今回、一部の韓国の市民団体からは、ドイツの慰安婦像を撤去するべきだという声が上がったんですね。 団体の代表は6月の26日、Facebook にベルリンの慰安婦像の前でデモを行う場面が映った写真を投稿しています。ちなみにこの団体はドイツにある韓国の団体ではなくて、韓国にある市民団体で、こうしたことを訴えるために、韓国からドイツに行ってデモを行ったんですね。で、ここがすごいんです。 この団体の代表が Facebook に投稿している写真を見ると、代表などが持っている横断幕には、英語で慰安婦詐欺はもうやめようと書かれているんです。これ韓国語ではもちろん、ドイツ語と日本語でも同じ内容が書かれているんですよね。 やはり韓国の人の中にも、この慰安婦問題が根本的に捏造された歴史によって作られたものなんだと分かっている人もいるんですよね。ちなみにこのお母さん部隊と呼ばれる団体のメンバーで、今回ドイツでのデモを行った人の中には、韓国の歴史教科書研究所の所長や、経済研究所の研究員などもいたんですよね。 えつまりしっかり正しい歴史を勉強している人たちがこのデモに参加したわけですえ。彼らは6月の26日から30日まで5日間ベルリンの慰安婦像の前でデモを行ったそうです。ただやはりこうしたデモを阻止しようとする過激な勢力がいるわけですよね。 ベルリンにこの慰安婦像を設置したコリア協議会所属の100人ほどが集まってこの日慰安婦像の向かい側でお母さん部隊のデモを阻止する活動をしていたんですコリア協議会の方々は慰安婦像の撤去を訴えるお母さん部隊に向かってドイツ語と韓国語で口々に 家に帰れ、歴史を学んで来いと叫んで邪魔をしていたと言います。まあ、韓国は本当にロビー活動には努力を惜しまないのは有名ですが、こうしたコリア協議会と言われるような組織が世界のあちこちに存在していて、韓国は日本から戦時中にとんでもない被害を受けたと、もうありえないプロパガンダをして回っているんでしょうね。ただこうした 反日活動がエスカレートしたことで日韓関係がこれまで以上に悪化したんです。そのためこれまでは日本から経済支援を受けることもできたのに、これができなくなってしまいました。そして韓国は今もどんどん経済がとんでもなく悪化しているのに、日本から支援も受けられず、もう韓国政府は何も対応できずにいるんですよね。 ま、韓国が反日活動に精を出しているうちは、日本が無条件に韓国を支援することはないでしょう。まあ、それにしても今頃になって、慰安婦詐欺はやめろという声が韓国側から上がるのも、やはりこうした日本からの経済支援が目的なのかもですよね。まあ、それかこのお母さん部隊は、ユン・ソン・ヨル政権を支持する保守派の団体なので、 これまで左派の文政権がやってきたことがことごとく気に入らないのかどちらかなんですよね。ただ一つ言えることは国ぐるみで反日どっぷりの韓国でこうした声を上げることは簡単ではないということなんです。韓国では韓国こそが間違っていて日本の歴史が正しいなんて発言を公ですれば新日だとみなされてひどいバッシングに合うんですよね。 だからこうして韓国の間違った歴史に疑問を持って声を上げるだけでもすごい勇気なんです。前に韓国の学者たちが反日種族主義という本を出版したんですね。 でここには慰安婦や徴用工に関して日本が当時の朝鮮の人たちを強制的に連行して働かせていたというのは嘘で韓国側のの団体とと日日本の朝日新聞による捏造だと書かれているんですね。ちなみに徴用工に関しては日本の NHK による「緑なき島」というドキュメンタリー映像によって捏造の歴史が広められたと言われています。 NHK はこのことについて今も謝罪をしていないなようです、まあ、こうしたことが書かれた「反日種族主義」という本は韓国で発売されるともう韓国では相当タブーな内容にもかかわらずもう大ベストセラーを記録したんですよね。多くの韓国の人々がやはり何か韓国の歴史はおかしいと気づき始めているのでしょう。 しかしやはりすぐに反日の呪縛から解放されることはありませんから、この本を書いた学者たちは相当ひどい嫌がらせにあったわけです。あと去年アメリカのハーバード大学の教授も同じく、韓国の歴史は間違っている。慰安婦は強制連行ではなくて、自ら志願して慰安所で働いていたと主張する論文を発表したんですね。 もうこれを知った韓国の人々は激怒して、この教授に一斉に嫌がらせをしたんです。現地の韓国の人たちがデモをしたり、ハーバード大学に電話をかけて教授を辞めさせろうとか、あと彼の過去の論文がおかしいだとか、もうそんなことを韓国メディアも一緒になって報じていたんですよね。この方、ラムザイヤー教授というんですが、そんな ひどい嫌がらせや圧力にも負けずに、今も自分の研究に誇りを持って、慰安婦の真実を訴え続けています。まあこうした韓国の過激な市民団体には、ユン・ソン・ョル政権も頭を痛めています。というのも、ユン・ソン・ョル政権は今どうしても日本からの経済支援を取り付けたいんですよね。だから早く日本との歴史問題を解決したいんです。 例えば日韓首脳会談の開催についても日本政府は韓国側から歴史問題の解決を提案しない限り開催しないと条件を突きつけています。だからユン・ソンニョル政権は今どうにかして徴用工問題なんかを解決しようと、まあ、その方法を考えているわけですね。ユン・ソンニョル政権は 文在寅政権が無効化した慰安婦合意についてもちゃんと守るといった姿勢を見せていますただこのユン・ソンニョル政権の姿勢についても韓国の反日団体は気に入らないんですねもう慰安婦合意を守るなんてことは許さないもう今すぐに中断しろと主張しているというんです またこうしたことを推し進めているのは韓国の新日団体だ。この反民族行為を禁止しろとも要求しているそうなんです。まあすごいですよね。こうした過激な反日団体は韓国の経済がもうどうなろうとどうでもいいんですかね。反日であることの方が重要なんですよね。 それか、これまで日本から散々支援されて、韓国経済が成長してきたという事実を知らないのかもしれません。まあ、知っていても、それとこれとは別だ。むしろ日本は悪いことをしたんだ。もっと韓国を無条件に支援しろと思っているのかもしれません。ちなみに日本と韓国が戦争したことはありません。しかもお互いに味方同士で 一緒に戦ったんですよね。彼らはそういった正しい歴史も知らないんですよね。日本が韓国に悪いことをしたという捏造の歴史の方が、韓国にとって都合がいいので、韓国の歴史教科書もデタラメなんですけど、それを信じてしまっているんですね。そりゃ反日になりますよね。日本への憎しみを植え付けられて育ってきていますから。 こうした過激な反日の市民団体は韓国にかなりの数存在していて6月の29日には26の反日団体で構成されている団体協議会がベルリンの慰安婦像の前で撤去しろとデモをしている団体を攻撃するような動きにも出ているんですね日本の言い分を代弁するデモを行っているこの反民族行為を禁止しろと主張したんです またこうした行為をユン・ソンニョル政権が助けているんだなぜこの反民族行為に圧力をかけないんだ職務放棄だと政権批判もしていたそうですこの方々はさらにジーソミアも破棄するべきだなんてことも訴えているんですねもう韓国の外交的な立ち位置すら全く理解できていないんですね まあただ、韓国はこうした過激な反日運動も多い中で、ベルリンの慰安婦像の撤去を訴えるようなまともな団体もいるんですね。まあ、正しい歴史を学んで、自分たちの置かれている立場を直視して、冷静な判断をできる韓国の人もいるということなんです。こうした一部の人たちの声がとても重要なんです。 韓国は今少しずつではありますが、真実の歴史に触れて変わる時期に来ているのかもしれません。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。